はい、皆さんこんばんは。ホテル橋本と申します。ご覧いただきありがとうございます。ここからはコメント返しになるので必要ない方は切ってください。まずはこの方、小島丸さん。最近毎日似たような動画ばっかなような、ごめんなさ い、 一応これ実験としてね、同じような話、このキャバ嬢とか板客とかコロナとかっていうのをこう繋げていって、どれぐらいの再生数になるのかな、どれぐらいのチャンネル登録者数になるのかなっていうのをちょっと実験的に行っておりますので、ちょっと似たような動画になってますが、もうあまりにも続くようならちょっと変えていこうと。今日のもちょっと変えてみたんですけれども、どうだったでしょうか。次、葉っぱちゃん。今日このアイコン怖い。わがままな性格がよく表現されてますよね。沢城もバカなこと考えないのよ。ありがとうございます。このトップ画なんですけれども、これツイッターで募集しましててですね、キャバ嬢っぽい画像よかったら送ってくださいっていうのを募集させていただいて、協力者の方に送っていただいたんですけれども、皆さんの中でもこの画像どうですかってツイッターの DM でも何でもいいので送ってくだされば嬉しいです。よろしくお願いします。次、ひろかさん。小説出たら読む用、鑑賞用、転売用に買います。転売用やめて。小説出たら買ってください。ありがとうございます。次、立花宗茂さん。小説出たらファン1号目指せ直木賞。ありがとうございます。嬉しいな。その直木賞取れるまでかどうか分からへんけどな。転売をやめてね。はい、ということで以上になります。今回ちょっと読めないコメント多くてごめんなさいね。僕はですね、毎日18時に YouTube アップしておりましてでですね、ショールームという生配信アプリで毎日配信しております。 Twitter では毎日0時00分に、 YouTube ではやってない Twitter 専用のストーリー、今やったらねクズ芸人ラインってのをやってますので、もしよかったらそちらの方を見てください。よろしくお願いします。では失礼します。ありがとうございました。バイバイ。